海岩間駅は、山梨県西八代組市川三里町岩間にある、東海旅客鉄道三延線の駅である。六号地区の代表駅で、特急、藤川を含むすべての列車が停車する。霧の朝の交換313系が、到着島式ホーム一面二線を有する地上駅で、ある。線路はほぼ南北に走って折り西から見ると、駅舎、一番線、二番線の順に並んでいる。 一番線に甲府方面の列車が、二番線に富士方面の列車が発着する。この他に当駅は短い側線を一本有しており、これは、構内の船戸方で一番線の線路から分岐して、落ち方面に進み、当駅の構内で途切れている。ホームの船戸方の端から階段とスロープが降りており、そこから構内踏切が駅舎に伸びている。 この構内踏切は一番線の線路と戦術の側線を越えて駅舎に至っている。開業当初からの木造駅舎は2001年に建て替えられ簡易なものとなった。この二代目駅舎はコンクリート1階建ての小さな建物で内部には待合所とシャッターが閉じられたままの窓口がある。かつては駅員が配置されていたが1999年に ミノブ駅管理の無人駅となった。また無人化後もしばらくはキオスクが駅舎内部で営業していたが、駅舎の建て替えに伴い、2001年1月30日をもって閉鎖となった。無人駅のため、あらかじめ別箇所で購入するか、列車乗車後に車内で購入する形となる。ワンマン列車の場合は、整理券を取り、下車駅、または乗り換え先の列車内で生産となる。 町内六号地区の中心部にある駅で、周辺にはその中心集落、岩間の街並みが広がっている。市川三里町役場六号庁舎は、駅から北へ300メートルほどの距離である。沼久保駅北の身延線の駅では、甲府盆地に出るまで、富士山を見ることができないが、当駅付近に限り山頂付近を見ることができる。このあたりは、 印象の生産が盛んな場所であり、六号地区における印象の生産校が、日本の生産校のうちのおよそ半分を占めたことがある。このため整備された、駅前広場にはそれを示した石碑が建てられているほか、駅から徒歩2分ほどの場所には、町の印象資料館が設けられている。特急、藤川の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。